漫才コンビ、オール阪神、巨人のオール巨人、68、が30日、頸椎、ヘルニアの手術を受けた。同日、自身のブログ、オール巨人の一生懸命、フルスイング、を更新して発表した。写真、オール巨人が3-3-1に手術。実は、頸椎の骨削る巨人は4日間、家にこもって片付けをしていたことを明かし、昨日5日ぶりに家から出たのは、実は昨日から入院をしています。コロナではないですので、頸椎のヘルニアで、どうしても右手の調子がダメで、今から手術です。昨日息子と嫁に送ってもらって、入院したのですが、今はこんな時期だから面会はできないとのことで、退院まで4から5日全くの一人ぼっちです。コロナで入院されて、大変な闘病をされてる方のことを思えば、大したことではないですが、一寸頑張ってきます。頑張るのは先生ですね、と綴った。